Hello, Minasan. This is the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi, aka Mr. Bookmaker, and no source for the online sports Gyanburu buru kyokai twenty four seven kuwashkwa bookmaker Joho kyoku okensaku. Or subscribe to this podcast on iTunes. Sore Here's your host, Kiyosaki Tamayoshi. Minasan, konnichiwa. The Bookmaker Podcast with 清崎民義をいつもお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めます、ブックメーカースポーツライターの清崎民義です。このポッドキャストでは、海外のブックメーカーに関する情報や最新オッズ、スポーツニュースなどを交えながら、ブックメーカーの面白さ、魅力を私、清崎の視点からお伝えしているものです。 まだまだ日本ではブックメーカーについてほとんど知られていませんので、このポートキャスト並びにインターネットサイトであるブックメーカー情報局から様々な情報を配信しております。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。2015年も後を残すところ10日を切りました。このところ急に降りらしくなってきて、 朝晩の冷え込みが答える時期となりました。えー、ね、朝起きるのが大変辛くなるのがちょうど今からですよね。いやー、当に、えー、寒いです。そしてですね、まあ、冬の一つの風物詩となっているのが高校駅伝ではないでしょうか。京都の世界遺産、金閣寺などをよくめに、 全国から強豪校が日本一の座をかけて42.195キロを駆け抜けます。この全国高校駅伝が行われると今年1年もあ、終わるのかなという気持ちになってしまいます。まあスポーツというとですね、まあそういう、まあ年の節目というかそういったものをですね、教えてくれる、感じさせてくれるものだなというふうにつくづく思いますがいかがでしょうか。 今年の全国高校駅伝は場所を京都に移して50周年という節目の大会でしたが男女ともに広島のセラ高校が優勝をいたしましたこのアベック優勝は1993年の仙台育英高校以来2校目となる快挙で女子は初優勝そして男子は前人未到の新記録2時間1分18秒 を打ち立ててですね、大会2連覇、通算優勝回数を最多となる9回とする記録づくめの大会となりました。セラ高校の皆さんおめでとうございます。そしてこちらも12月の恒例ビッグイベントとなっている10年目を迎えた FIFA クラブワールドカップ2015ですが、20日に3位決定戦及び決勝戦が行われ、 3位決定戦では開催国王者として出場したサンフレッチェ広島がアジア王者の甲州広大を2対1の逆転で下し J リーグ王者が3位となりましたこの試合直前のブックメーカーウィリアムヒルの勝敗オッズは広島勝利が3.4倍に対し甲州広大勝利が2.15倍と甲州が 優勢との見方が強かったのですが、このブックメーカーの予想を覆す勝利で、2008年のガンバ大阪以来、3度目の日本勢の3位となりました。いやー素晴らしいですね。まあ、こうやって開催国が格上と見られていた各大陸王者を撃破していく様を見ているのは、まさしくスポーツの醍醐味なのではないか、という風うに私は感じます。そして、 決勝戦では最強軍団と言われる欧州王者のバルセロナがですね、南米の強豪リバープレートを3対0で圧勝し、2011年大会以来2回目の頂点に立ちました。メッシ、スワレス、ネイマールというですね、いわゆる MSN が横浜国際競技場を大いに沸かせてくれました。 ま、明らかになんか強さが違うな、というふうな感じを受けましたが、いかがですかブックメーカーの試合直前のオッズでも、バルセロナ勝利が1.44倍に対して、リバープレート勝利が19倍とですね、決勝戦としては非常に大きな大き,な大きさとなりました。これでもおそらくアルゼンチンから日本にやってきた熱狂的リバープレートファンは、リバープレートの勝利を信じて、 えー、おそらくですね、リバープレートにベッティングをしたのではないかというふうに思います。まあ日本のね、大阪の中心街である道頓堀やですね、決勝戦が行われた横浜国際競技場を含めた横浜市街ですね、もしくはその東京とか、まあ渋谷のね、スクランブル交差点なんかでもですね、非常にリバープレートファンたちがですね、大活躍を、えー、見せてくれる、まあそういったことを ね思うとですね。まあ、こういった、ブックメーカーに対するオッツをですね、オッに対してですね、19倍であろうと、ドーンとね、ねかけたファンも多いんではないかな、というふうに、私は思います。まあですね、まあ、バルセロナにはですね、まあ、ネイマールいるんですけどもですね、彼もですね、まあ、中国人顔負けの爆買いでですね、軽く2000万以上の買い物をしていました。 まあこれもまたすごいですね。まあ、軽く買いますからね、こういう人たちはうん。まあ僕らにはちょっと考えられないということなんですが。そしてですね、まあ来年のクラブワールドカップもですね、ここ日本で行われる予定となっております。まあ、世界レベルの戦いが目の前で見られるチャンスということですので、もしね、今年見そびれた方はですね、ぜひ来年こそは会場に足を運ぶ。 もしくは、まあ、最低でも、まあ、テレビで見る、みたいなことをですね、されてですね、こう、世界レベル、世界トップレベルのサッカーというものをですね、目に焼け付けていただきたいな、というふうに私は思います。そしてですね、ちょっとここで、ブックメーカーのオッズについてですね、ブックメーカー情報局の読者の方から、えー、一つご質問をいただいてますので、ちょっとここでご紹介しておきましょう。まあ、それは何かというとですね、 えー、私がですね、まあ、公式ツイッターなどで紹介しているブックメーカーの勝敗オッズですね。まあ、勝ち、引き分け、えー、負け。まあ、まあ、そういった、えー、まあ、まあ、三択みたいな形のオッズなんですが。まあ、例えばですね、今回のクラブワールドカップのように引き分け、え、ま、ドローですね、がないのに、どうして引き分けのオッズもあるのでしょうかというご質問をいただきました。 ま、確かにですね、決勝戦やま、3位決定戦ではですね、まあ、最悪 PK で必ず勝敗が決まるので、まあ、試合の特性上ですね、引き分けということはありえないんじゃないかと思われた方も、え、いらっしゃるのではないでしょうか。ね、で、私が、え、勝敗オーツとして紹介しているのは、フルタイムリザルト、もしくはマネーライン、マッチベッティングと言われる、 ブックメーカーのオッズの中で最もスタンダードなオッズを紹介しています。まあ、これらはですね、サッカーであれば前後半合わせて90分の中でどちらが勝つのか当てるという風なオッズとなっています。なので、例えば1対1で前後半の戦いを終えて延長戦に突入しましたという場合はですね、まあ、この、えー、フルタイムリザルト マネーライン、もしくはマッチベッティングと言われるようなオッズに関しては、引き分け、ドローが正解となり、配当を受けることができるというわけになるんですね。従、まあ、って、ドローという可能性も十分あり得るわけです。まあ、延長戦の上で、えー、自分がまあベッティングしていたチームがね、勝ったのに、なんで負けになっているんだよ、みたいなですね、不思議に思った方もいらっしゃると思いますが、 まあ、理屈としては、こういうことになるわけです。どうでしょうかご質問いただいた方もですね。ぜひ、あの、あ、ちょっと僕も、えー、わきよくわかんなかったんだよ。みたいな人もいらっしゃると思いますので、これで少し、えー、ブックメーカーの発表する、勝敗オッズに関してですね、ちょっと、えー、疑問が解決されたのではないかな、というふうに思います。さて、続いては、ちょっと美の世界へと足を踏み入れてみましょうか。 ミスユニバース2015の世界大会がアメリカのラスベガスで現地時間の12月20日に開催されました。おいおい、ミスユニバースはスポーツじゃないじゃないかと、まあ、ツッコミを入れられそうですが、実は、こういうスポーツ以外のコンテストについてもですね、ブックメーカーはオッズを発表しているんですね。実にこういうところが、 また、まあ、イギリス発祥のブックメーカーらしい、えー、面白さじゃないかな、というふうに思うんですが、例えば、まあ、ノーベル賞、ね、えー、村上春樹さんがね、何度も何度も候補に上がりながらも、えー、受賞ならずの文学賞とかですね、もしくは平和賞、それからアカデミー賞などですね、まあ、様々なこういう、えー、世界的な、えー、賞ですね。まあ、それについても、ブックメーカーがですね、オッズを発表しているわけです。 今年のミスユニバース2015世界大会で優勝したのはミスフィリピン、すなわちフィリピン代表の女性でした。ブックメーカーベット365が発表していたミスユニバース2015世界大会の優勝オッズではミスフィリピンは5.5倍で2番手につけていた、まああ、いわゆる優勝候補の一角でした。 実はこのオッツをですね、まあ私清崎の公式ブログであるミスターブックメーカー清崎民吉のブログで、えー、実は紹介していたんですね。まあこれ読んでいただけたでしょうか。ブックメーカー情報局では紹介していないオッツ情報などをですね、このブログではちょくちょく書いておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。 ブックメーカー情報局のトップページを少しスクロールしていただくと、右サイドバーに、ミスターブックメーカー清崎民吉のブログへのリンクボタンが設置されていますので、ぜひこちらから訪れていただければ幸いです。さらに読者になっていただければ、ブックメーカーに関する情報やお得情報、まあなんかも含めてですね、まあ見落とすことなく、ええー、得ることができると思いますので、 ぜひご活用いただければなというふうに思います。ブックメーカーベット365の優勝オッズで優勝候補の筆頭だったのはミスコロンビアとミスオーストラリアで5倍のオッズがついておりました。そしてついに今年の優勝者が発表されミスコロンビアがですね、オッズ通りに勝っちゃったと思ったらですね、 なんと、司会者のミスで、ミスコロンビアは実は2位だったということが分かりですね。慌てて、ミスコロンビアに与えられたティアラをですね、本当の優勝者であるミスフィリピンの頭に乗せるというふうなですね、ちょっとした陳事も、えー、起こりました。まあ、ミスコロンビアはとんだぬか喜びとなってしまいましたね。まあ、こういうこともやっぱあるんですね、こういう、えー、世界大会でも。そしてですね、まあ、 えー、ミス日本、ミスジャパンですね。として出場していた、えー、長崎県代表の宮本エリアナさん。まあ、ハーフの方なんですが、えー、この方もですね、ブックメーカーの優勝オッズで34倍のオッズがついていました。まあね、この世界大会まで来るとですね、まあ、まあ、このオッズも色々発表されましていますけども、まあ、神一人なのかなというふうに私は思います。 まあ、だってですね、まあ、いろんなね、国の代表の方を見るとですね、ああ、素敵だな、というふうに、やっぱ思うわけですよ。なんで、これからさらに、1位優勝を選ぶとなると、相当、まあ、悩まれる、かな、と審査員の方はですね、思うわけですね。まあ、そんな中で、まあ、ピタッと優勝を的中させてくるブックメーカーのオッツ、 をですね、まあ、決めている、まあ、オッズメーカーと言われる人のですね、ま、あ確かな目ということにですね、今回改めてですね、まあ、脱帽させられた、あ、すごいな、というふうに思わされました。いやー、ミス、フィリピンの方、えー、ぜひね、えー、非常におめでとうございます、というふうに <laughs>、ま、申し上げたい、と、えー、私は思います。そして、今回最後はやっぱり、競馬となってしまいます。まあ、なってしまいますという言い方もですね、ちょっとおかしいんですが、 まあ、ええー、やっぱ年末といえばやっぱり競馬みたいなことがですね、頭に思い浮かぶ方も多いのではないかと思います。まあ今週末27日に中山競馬場で日本の競馬を締めくくる有馬記念が開催されます。まあおそらく発送時間は、ええー、例年通りの27日日曜日の15時25分、午後3時25分になろうかと思いますが、 出走馬は、毎年恒例のファン投票で決定されます。今年のファン投票では、有馬記念を最後に引退を表明しているゴールドシップが12万981票を獲得して1位。2位にはラブリーデイで11万3412票で、この2頭がですね、10万票超えを果たし、9万3925票を獲得した ま、喫下商馬の北サンブラックが3位になりました。これらファン投票で選ばれた日本を代表する馬たちが、有馬記念の2500メ、えートルを駆け抜けます。今回の有馬記念の枠順については、24日の木曜日の正午から、えー、ね、抽選会が行われます。昨年とは異なり、今年は枠順により、 ま、抽選によりですね、枠順を決定するという風になっております。まあ、昨年はですね、えー、まあ、自分でこの枠がいいみたいなことをですね、決めれるような、えー、抽選となっておりましたが、今年はちょっと違います。まあ、この模様はですね、BS 富士で完全中継されますので、ぜひ、お仕事中のお昼休みの休憩の時間にでも活用してですね、えー、枠順決定の瞬間を見届,見届けてみてはいかがでしょうか この有馬記念については、枠順決定後の24日、まあ午後ですね、にブックメーカー情報局の最新記事として配信できるのではないかという思いますので、ぜひこちらもですね、発表されればご覧いただければなというふうに思います。まあー、ah、とかグーグルでですね、ブックメーカー情報局と検索いただければ、まあ出てきますので、ぜひ まだブックマークをされていない方はですね、こちらでまず検索いただければなというふうに思います。さあ、今回の第22話いかがでしたでしょうかブックメーカーについてもっと詳しく知りたい方は、ぜひブックメーカー情報局を検索いただき、サイトをチェックしていただければなというふうに思います。そして何かお気づきの点やわからないことなど少しでもあればですね、 トップページ右上にあるメールボタンが問い合わせとなっておりますので、どうか気軽にご質問いただければなというふうに思います。またここではこのポストキャストで取り上げてほしいことや、この清崎がお送りしているポッドキャストの感想などもですね、随時募集していますので、ぜひメッセージいただけたらなというふうに思います。 ブックメーカー情報局が配信する The Bookmaker Podcast with 清崎民義をいつもお聞きいただきありがとうございます。ぜひ、ポッドキャストを購読、そしてレビューを書いていただけると嬉しい限りです。購読のボタンを押すだけで完了します。もちろん無料となっております。そして、ブックメーカーについてまだよくわからないので、もっと知りたいよという方にはですね、 特にこのポッドキャストの第1話から第3話をまずお聞き、えー、されることをお勧めします。ブックメーカーとは何なのか、そしてブックメーカーの何が面白いのか、などですね、まあ基本的なところを中心にですね、わかりやすく清崎が語っております。まあ次のブックメーカーポッドキャストは来週配信予定となっております。ブックメーカー情報局の最新記事として私のコラムを 記事を配信いたしました。2016年こそ日本にカジノはやってくるのかということにですね、えー、切り込んでいます。2020年の東京五輪に合わせてカジノ開業を目論んでいましたが、来年 IR 推進法案、いわゆるカジノ法案ですね、が可決されてもどうやら2022年のカジノ開業となりそうです。 それから何かと話題となっている新国立競技場の設計施工案についてどうやら建築家の熊健吾氏が設計したとされる A 案に決まる見通しとなるとの一報がたった今入ってきました。それではまた This has been the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi, a.k.a. Mr. Bookmaker, Konu Content Okinitira, Zehi Bookmaker, Joho Kyoku Okensuku. Or subscribe to this podcast on iTunes. Dewa Minisan. See you next time.